ガム島シリーズマゼランの宝。やったぞー、うわーい、やったぞー、入選したぞー、僕たちの少年タイムズが最優秀賞だぞー。全国子ども新聞コンクールで見事最優秀賞に輝いたテルタ少年タイムズのメンバー5人はそのご褒美にガム観光局と藤田タモンビーチホテルの協力で一路ガム島へ向かっていた。ユリは自分の勤める新聞社の主催コンクールであったためおもり役として同行した。こら、おとなしくしないとお父さんにつけちゃうわよ。大将に怖くなんかないよ。東京からじゃ何もできないしな。そうだよ、そうだよ。じゃああれは、あれ大将、大将どうしてここへ出る。うわー、ガム島だ。そんな冷たいこと言わないで混ぜてくれよ、うん、俺な、あの英語喋るやつは全然苦手なんだ、頼むよ。ちょっと来て。はいはい。ユリ、やっちゃったな、誰か来た。ユリ、誰か来たよ。お父さん出て。やったな、おい。ハロー、アイアムチチ。アイムソーリー、ディスイザペン。おい、みんな、おい、ちょっと。いや、あの誰か来ちゃったんだよ。ユリ、ちょっと来てくれよ。何？いや、何言ってんの、あの変なのがね。何言ってんのよ、お父さん。あら、ごめんなさいね、父。紹介するわ。ガム島子ども新聞編集長、父よ。こんにちは。なんだい、日本語喋れんのかよ。レンドは誰です。よろしく。デスクです。よろしく。俺カッパ。私チーコ。ロングよ。よろしく。ここが有名な恋人みたいか。昔ここで愛し合う二人が長い髪の毛を結び合って身投げしたのね。ロマンチックね、うん、おいおい、チーコ、お前にそんな愛だの恋だのって話がわかんのかよ。失礼ね、私これでも乙女なのよ。そうよ、そうよ。ごめん、ごめん。この恋人みたいからコインを投げると必ず恋が実るって言われてるのよ。ね、父。そうです。おい、子供のくせにしてな。え、なんだあのベタベタしたやつ、かわいやらしいやつ。ええ、中年の男だよ。
あら、お父さんと同じ年くらいじゃないの。ほら、やらしいんじゃないか。コイン貸せよ。あら、お父さんも投げるの。いいから。大丈夫か、この年で。うーん、クリーンやぞ。ほい、お父さん。あいえ、そうそう。なんだお前たちは。今投げたのは誰だ。俺じゃない、俺じゃないよ。俺じゃないんだから。違うんだから。ねえねえねえ、ちょっと助けて。あなたたちの手が借りたいの。マゼランの宝物、所長には内緒。2時間後タモンビーチで待ってるわ。お願い。いない。はい、いるの。ほら、分かったよ。オーデスク、何のことだよ。さあ、おい、みどり、わしはな、お前の荷物運びに来たんじゃないぞ。それになんだこんなものばかり買い込んで、一体どこ行きなんだ。どこだっていいでしょ、おじさんには関係ないんだから。関係ないだと。おい、みどり、若い娘の一人旅は危険です。おじさまもガムへ行くようがあったらどうかご一緒にと泣いて頼んだらどこどっちなんだ。あれはパパとママの手前上芝居。荷物運びが嫌ならもうついてこなくてもいいわよ。どうもありがとう。おいおい、わしはな、お前のお目付け役でもあるんだぞ。でもね、私、年寄りと遊ぶよりテル君たちと遊んだ方が楽しいもん。なに、年寄りだと。まったく、もうブツ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 うるさいんだから。いとり、待ちなさい。一人歩きはいかんよ。一人じゃありませんよ、テル君たちと行くんだから。だから行っちゃいかんっつってるんだろ。私も子供じゃないのよ。だからダメなんだよ。わかった。本当はおじさん、一人になるのが怖いんでしょ。バカ言うな。きっとそうよ、英語喋れないから心細いんでしょ。見損なうなよ。私の英語はな、アメリカ人より上手いんだよ。ならもういいでしょ、自由にさせて。いや、ダメだ。邪魔すると大声出すわよ。ああ、出せるもんなら出してみろ。よし、助けて、誰か助けて。おい、みどり、ヘルピー、みっともないからよしなさい。みどり、誰か来て。ああ、わかった、わかったからよしなさい。みどり、誰か。うわ、車来た。お前か。What am I doing now? No, ね、手伝ってくれるわね。マゼランが隠した宝物ならきっとものすごいものばかりよ。本当だったら素敵ね。それで宝の地図は。ええ、これよ。怪しい、どうにも怪しい。あいつらなんか俺に隠してやるな。お、帽子が、お、帽子が、ふ、あー、よし、俺やる、俺も、私も。見たか、番頭ワルビ。あ、見ましてごわる。あれじゃ、あれは確かにマゼランの秘宝じゃ。マゼランが宝物を隠した場所を示した地図じゃ。そのようでごわるな。たちめ、あの莫大な財宝を猫ばわする気でおるのじゃ。言ってるめ、そうはさせぬぞ。まあまあ、我々博士、あまり興奮すると血圧に悪く悪る。うるさい。あの莫大な財宝はわしがいただく。他の誰にも私はせんのじゃ。はい、でごわる。整列。はい。それではマゼランが隠した宝物へ向かって水の探検を開始する。出発進行。おー、1、2、1、2、1、2、緑、緑、そんな格好してどこ行くんだ。おい、緑、待ちなさい。しょうがないやつだ、まったく。はい、あの、とっマゼランとは、今から500年ほど前に生まれたポルトガルの探検家で、フィリピン諸島を発見、その時ガム島にも上陸したと伝えられている。どこ行っちゃったんだ、まったく、もう、しょうがないな。みどり、なんで所長がジャングルへ入ってくんだろう。怪しい、まったく怪しい。デスク、本当にこの道でいいんだろうな。
地図によるとこっちになってんだけどな。おわ、あれ広い道に出たぞ。こっちだわ。よし、行ってみよう。左。一体どこまで行く気なんだろうな、まったくもう。博士。いや、ちょっと博士。あ、よし。もうすぐテルたちが来るでかある、うん、では落とし穴をすぐ隠せ。はい、でかある。みんな、大丈夫か。お、うん、北でごわる、北でごわる。博士、北でごわる。チーコ、遅れるんじゃないぞ。聞いたらきっとあの子たち大喜びするわよ。うん。あら、テル？テル？おかしいわね。どこ行ったのかしら。あれ？ユリさん、僕たちマゼランの宝を探しに行ってきます。テル。マゼランの宝。マゼランの宝？どうかしたの？マゼランの宝には。呪いがかけられていると伝えられています。え、マゼランの宝を探す人にはグアムの魔人チャイフィのたたりあります。チャイフィの、え、これ。おい、みんな大丈夫だな。おう、気をつけてね。おう、お、近い感じだぞ。ほんと？みんな急げ。みどり、あんたどこ行っちゃったんだ。あらかず。ねえみどりさん、まだ地図によるとこの辺なんだけど。おかしいなあ。あったぞ。ええ、あった。あそこよ、間違いないわ。行こう。みんな大丈夫か。あ、どうしたカッパ。今そこのアップが動いたんだ。おかしいの。なんでもないじゃないか。間違いでしょ。そうよ、カッパはそそかしいから。カッパだからカッパでも見たんだろ。そんなことより、じゃあ早く行きましょう。一体どこにあるんだろう。ちょっと待って、地図見るから。みどりさん、早く出てくる。これ洞窟だから。あ、あの岩の下だわ。よし、あの岩、動かったわ。うん、ちょっと待ってて。待ってて、あげる。うん、せーの、頑張って。よっ、頑張って。ちょっとよし、僕も行ってきて。頑張って、頑張って。Come on.
マゼランの宝を狙う者、このチャイフィーのたたりを受けてみよう。チャイフィー、子供をいじめるとは許さないぞ。行こう。みんな、その宝物を持って早く逃げるんだ。行こうね。すげえ、これが本物だったら俺たちは大金持ちだよ。ねえ所長。だね。これはチャムロの人たちのものよ。父、これはあなたたちに返します。え？僕たちの気持ちです。受け取ってください。ありがとう。でもこの宝物には魔人チャーフィーの呪いが。大丈夫よ。チャーフィーならガンダムがやっつけてくれたわ。そうだろう、そうだろうな。だからさ、ちょっとでいいから中身見せてくれよな。ちょっとだけよ、ね。ちょっとこれ返してこう。手伝いましょう。取れた。所長。ガラッポ。あらら。よかった。せっかく運んできたのにね。どうせこんなことだろうと思ったら、もう帰って寝よう寝よう。もう緑、わしら向かうぞ。まだ早いわ。いや、絶対許さん。お前はな、ホテルで謹慎だ。そんなの横暴よ。トラが嫌だったらな、直ちに日本に帰すか。どうなんだ。分かったわよ。みんな、とっても楽しかったわ。宝物の箱は空っぽだったけど、私、この箱の中に夢を見つけたわ。ああ、そうそうそう、お前は夢を見てたんだ。早く帰ろう帰ろう。さあみんな元気出して、これで夢物語は終わり。あ、そうだね、みんな、父がね、チャモレ料理をごちそうしてくれそうよ。やったー。わー、おいしそう。これ何かしら。皆さん、皆さんのために用意したチャモロ料理です。どうぞ召し上がってください。ありがとうございます。無事だダムージ、無事だジムギョエイム、無礼でほま。いでよ溶岩よ、地中の魂よ、地を破れ。タタラグアンの山を破って火山となり、汚れた者どもを海の底、溶岩の底に沈めてやるのだ。
丸では僕の声が日本まで届くかどうか。でも呼ばなければガンダムを止められるのはダイバロしかいないんだ。来てくれたんだ、武士が連れてきてくれたんだ。よし、何やってるんですね。さあ、どうぞ。よし、スーパーマンガンバロン。さて次回はダイバロンの活躍で平和が戻ったチャモロの村。そこに現れたのは二人のムッシュ。片方はなんとテルの命を狙う偽ムッシュ。二人のムッシュの激しい決闘、悩むテル。偽ムッシュに連れ去られたデスクたちの運命はいかに。そして偽物の正体は。次週のガムトーシリーズ伝説の魔人をお楽しみに。来週もガンバロン。